おきます若林さん。はい。昨日の会見で岸田総理こう発言しました。国民お一人お一人の給与を引き上げるため具体的アクションを起こしますということです。具体的には看護介護保育などについて現場で働く人たちの給与を上げるために国が定める基準の価格を引き上げるとしています。これについては民間の賃上げよりも前倒しで行うということです。 実際これらの職種の給与というのは全産業の平均月収と比べてみますと介護士士のの方方は万万円円低低く保育士の方もいいといった現状ですまた民間企業の労働者については完成春闘つまり春闘の交渉に政府が介入していく方針で総理自らが労使の代表に賃上げを ししていいくという意思を示しましたまた賃上げ税制の強化についても挙げています <laughs>、はい、本来です、ねまあ、民間企業の賃上げなどをです、ねまあ、政府がじゃあどうやって上げるかというのも、まあ、不思議な話ではあるんですがご存じのとおり各国、まあ、先進国の中でも日本はこの20年、30年賃上げがです、ね、どうも遅れているというか日本だけが時にマイナスだったりということを現状、を見てきました。 じゃあこれで本当に上がるのかということを皆さんと見ていきたいと思いますがまず、宮沢さんあのこれはです、ねまあ、もう政府がこれを決めれば来年の春以降、まあ、早い段階でこの引き上げというのは実現するとこれはもう政府が決めて動けばでできるもんだと思っていいですかえこれはだから,おそらく今回の補正予算と来年の本予算、うん でそれなりの手当てをすることによって、えー、来年以降、実現していくとここういういいととになると思います、うん、これどのぐらいですかねこういう差があるそして皆さんとても大事な仕事をされている、うん、そしてこれから人手不足もですねもすごく深刻今でもまあ深刻ですが今後もものすごく例えば特に介護士の方なんては深刻なことが予想されるわけですが。 これどのぐらい引き上げる感じを目指してるしまだ私はそんなまだ経済対策をこれからっていう状況なっで、はい、具体的金額はまだ聞いてません正直言いまして、うん、ただそのまさにその一般的な仕事をされてる方との差に近いものをどう手当てしていくかとこういう発想でこれをできるだけ埋めていく埋めていくという発想で補正予算、うん、補正予算である意味じゃ歳出 そして本予算ではいわゆる診療方針みたいな体系をいじることによって手当てしていくということになるんじゃないいかと思います,、うん、そうですこちらの完成春闘もです、ね、これ安倍総理も上げてくれよという,ふうに経団連にまあ言って最初はです、ねまあ、しょうがないなというか分かりませんけも、まあ、上がった部分があったけどだん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 ,だんまあずっと言ってもいつもと思っるわけにいきませんから。まあ、これ まあ、なかなか一時的にそうはいかないわけですこれを今回、岸田さん私が今度は労使代表に要請するとおっしゃっているこれは私も経産大臣の時にはあの関係業界にずいぶんお願いをしました、はい、賃上げ。 <で>た効果はあったんだと思います,そ,すそれまでの流れからしますと<ー>ただしおっしゃるようにだんだん経団連の方も慣れてきっていま今一つ反応がよく悪くなったことも確かであ<ー>あのおっしゃるようにこれは例えば TBS の給与を上げろって我々が言うのはおかしいわけで、はい、本来は民間給与を守っていただかないけない。はい だからそういう意味ではあの手立てっていうのはやっぱり限られてくると思います、うん、最終的には経営者がどう判断するかけだねに言われたから上げる経営者ばっかりじゃないでしょうし経営者がどう判断するかということで,でそれをまあ,ある意味じゃインセンティブになるあの道具っていうのが例えば税制であり、うん、例えばおそらくディスクロージャーといって企業がまあこういう行動をとってますよということをまあ 投資家であり一般国民に知らしめる制度がありますからそういうものを使いながら企業を追い込んでいくというと言い過ぎになるんですけれども、うん、<laughs> 上げざるを得ないように追い込んでいくということですか <laughs> そういう、まあ、上げるインセンティブというものを、まあ、企業の方に提供していくとこここういうういいととだろうと思いますこの賃上げ税制強化についてこの後ちょっと詳しくやろうと思いますが、えー、渡辺さん、このパッケージどうご覧になっていますか。 まああの賃上げに行くこと自体はいいと思いますけどもただまあいつまでもその首相がその決定に介入するというのはやっぱりおかしいなとまあ一つのポイントはやっぱり過去5年なり10年なりどうも労働側がですね雇用の確保の方にウエイトを置いて 賃上げを下手に言うと首が切られれるかもしれない<ー>それよりはっていうことでだいぶその要求を下げてきてはい、はい、でもう日本でも世界でも非常に儲けている会社でさえ賃上げを要求しない場合によっては下げてもいいよというって<ー>そういう状況があったんでそれやっぱりこれからその企業がどうなるかということについての確信をやっぱり企業側も持ってもらうしでそれを。 働働いていいててる労働者側を持ってもらうということだと思うとととこだ思んですねで環境問題や何かで企業行動に大きな影響がこれが出てくるわけですから、うん、まあそれも踏まえてやるでそれをいつまでも岸田総理が全部介入するというわけではないんじゃないかと私は思いますけども、うん、なぜじゃあ労使の,あの労働側がですね<え>まあ雇用を失わないためにもう賃金はいいやというふうにまあ要求を強めなくなったこれなぜですかここは。 一つはあの10年に1回ぐらい経済のトラブルが世界的に起こってでそれに対する抵抗力を実は日本がだんだんん失っているととうことなんですね80年代後半はまあアズナンバーワンと言われて世界一位と若干あの騙されたかもしれませんけどもてはやされて実はその後いろんな形で無理をして体力が落ちてるにもかかわらずいろんなことが起こってきてですからあの10年ごとに起こるものについての 回復力というのが他の国に対して遅れてるってことは目に見えてるわけですから、やっぱりそういうことを企業の中でも感じてしまうということもあったんじゃないかというそんな感じがしますけれども。<laughs> じゃあこのですね、賃上げ税制強化、これはですね、やはりどうやらこれまでとはちょっと発想を変えてやるということのようです。どういうことなんでしょうか、若林さん。はい、賃上げ促進税制がどう変わるのか見ていきます。えこちら安倍総理えー、元総理安倍。 第2次安倍内閣発足直後の2013年度に創設されて以降何度か改正は経ているんですけれども大まかにボーナスを含む人件費の総額が2%から5%増えた場合この増加額の10%から15%分を法人税から減額しますよという形でした。ではは今回岸田総理はどう改正するのか。まず、 優遇条件が変わります。人件費の総額ではなく、一人一人の給与の平均額が何パーセント増えたかという基準になるようです。また法人税の減額についても大胆な引き上げを行うと表明しています。うん。これまずちょっとこれも宮沢さんから伺いますが、これ要するにですね、こちらは総額だった。で、総額のこのパーセントをですね、やったらそのそまあ、このパーセントを 上げたところがです、ね、この総額の、まあ、この割合で法人税からごっそり引きますよという法、まあ、人税払うぐらいなら人件払おうかなというふうに思わせようとしたただこれなかなか正直上がらなかったわけですねところがまあ総額という考え方をもう何回もこれやってみたらうまくいかないじゃあ今回はこれを変えてです、ね、一人一人の給与の平均額が何パーセント上があるかというのをこれ基準にしようということになっているこれもボーナスとかを含めると結局同じことじゃないかと。 いいいう気ももしないでもなでとこはつまりちょっとこう書いてみたんですが基本給と基本給を上げることでベースを上げることで一時的なボーナスじゃない給与を上げようとしているとそう解釈したらいいんですかこのの意味というのはあのおそらく2つあってですね 1>, はいはい1つは人件費の総額ということになると例えば非正規を増やして。 で正規は少なくなってな総額が増えましたっていうのが入ってくるわけですね、はいはい、でおそらくこれから制度設計にするにしても一、まあ、人一人の給与の平均っていうのは一、まあ、人頭の給与が増えるという対象はやはり正規職員の給与が増えるただおそらく非正規も含めて全体としても大きくなってるというような要件もさらに加わってくる。 それが一つそれからもう一つはおっしゃるように基本給というか商用を入れ,のか入れないのか要するに例えばここのところまあ特にものづくり中心にあのかなりまあ経済あの会社はかなり儲かってますからそうするとボーナスを乗っけることによってまあ全体を上げてきてる。一回で済まといわゆる基本給的なものボーナス以外商用以外のものはかなり抑えてきてるという傾向が あるでこれをまあどうやっていくのか、ね、これからおそらく制度設計これからいたしますもう一つじゃあこの大胆な引き上げと、まあ、これじゃあです、ねええ、上がらなかったねと大胆な引き上げも大胆なとついているわけですからそれだとこれはこの上限を上回ると。 あのこれもこれからあの制度設計、まさに税調始まる前ですから、税調会長といえども一人で決められるわけではないんで、はい、あの当然、それの部分について引き上げていくという方向であることは間違いないと思います、ね、このままだと、このま,までと同じじゃないかという、大胆だと総理が言ってるぐらいですから、少なくともこれを上回る額ということにはまあなりますよね、ええ、そういうことになりそうですか あのただ、これじゃあこちらで上がらなかったのがこのやり方にしたらじゃ上がるのかどうかこれ大口さんどうご覧になりますか私の理解ではで、ね、2013年からこの優遇税制促進税制始まってこの今回と書かれている一人一人の給与の平均額がント増という仕組みはもう実は何年か前に改善策として この制度に盛り込まれてると、私は理解してるんです。確かに。総額ではない、このやり方、総額だけでは、うまくいかなかったんで。そうですか。平均、給与の平均額が、まるまるパーセント増っていうのは、<ー>その仕組みはもう、仕組みの中に入ってきてます。<ー>で、で、まあ、この法人税の減額分が、まあ、大幅に引き上げるてくとになるんでしょうけども。まあ、もう、これだけ10年近くやってきてて、あの、この制度で、本当に賃上げになるのか。<ー>まあ、この安倍、第二次安倍政権以降、まあ、実質賃金はずっと。 と長期低落傾向ですねこれが、まあ、この制度が入っていてもずっとそういう結果になってきたのにまたこれをやってですね本当に賃上げがなるのかって私は力不足ではないかなという感じがしてますねこれをやったとしても、まあ、このパーセントにもよるかもしれませんが基本的にこの,このやり方ではつまり、 法人税を払うぐらいならじゃあ給与上げようかとそういうふうにはなかなかならないという,、うん、というのはもともと人件費というのは損金扱いなんですね、うん、つまり人件費をたくさん払えば損金として取り扱えるので税で払う分は少なくなると、うん、そういう効果はもともと持つわけですよ、うんで。さらに加えて人件費を上げれば減税もしますよとこういう制度。うん、まあこれ実はそうあの制度導入時も そういういダブルであの税金を安くする方向に働くものを入れていいのかって相当そういう根本的な議論があったはずです、はいでまあ、結果としててそれ聞いてないわけですね私なんかはあの後ほどの議論にもなるんでしょうけども、まあ、企業今最高収益を上げたりしてるとこ結構多いです、はい、あの内部留保に溜まってきたりも多い。と、はい、はい、こうこと考えるとむしろあの企業側に税をその下げるという方向よりもかけるという方向であの賃上げの方にプレッシャーをかけていくというのも それをそれを考えていいんじゃないかな<ー>と感じが私たち